そうか。将軍と私は違う意見を持ってるのよ。でも彼は帝国とスカイリム双方にとって一番の望みよ。目標はカスタブトリデよ。味方の兵士が何人か反乱軍に捕まってるの。それを逆手に取ってやるつもりよ。石膏を送ってあるわ。彼らと合流して、その後トリデに忍び込んで捕虜を解放し、そのトリデを占領してほしいの。内側から攻撃されるとは思っていないでしょうね。簡単じゃないからこそあなたを送り込むのよ。どう？手に負えそう？スカイリムと民衆のため、そのことを忘れないで。気をつけろ。スカイリムから自治領を遠ざけているのが帝国だってことを反乱軍は忘れたいんだ。ありがとう。バカどもを懲らしめてやろう。やった。
最後でも構わない、行こう。その程度か、しまえしまえ。反逆者に死を。うらほら、うん、よく来たな。よくやった。野営地に戻って戦果を報告してきてくれ。俺はここに残って後始末をしていくよ。お前がいてくれてよかった。いなくてはな。最後に家に帰った時のことが思い出せない。正しいベッドがどんな形か、どんな感覚か忘れてしまったらしい。友よ、神のご加護を祈っている。何か用か。ウィンターホールドを手に入れた。部隊を駐屯させるぞ。ウィンドヘルムへ進軍する日も近い。素晴らしい貢献だったな。昇進がふさわしい。この場で特使に任命しよう。私と帝国からの感謝の印として新しい地位とこの贈り物を受け取ってくれ。おめでとう。栄光に浸っている時間はほとんどないぞ。ウィンドヘルムへの最後の攻撃に備えて我が軍は集結中だ。イーストマーチの野営地へ出向いてくれ。何か用か。将軍と私は違う意見を持ってるのよ。でも彼は、目標は敵に占有された砦よ。攻撃準備中の兵士と落ち合って、彼らと合流して反乱軍を一掃するのよ。全員倒してくれたら、
砦に駐留するわ。それで任務に当たる気になった？そう言ってもらえると信じてるわ。ここはひどく明るいですわね。あなたはどうして平気でいられますの？
反逆者に死を。よくやったわ。あなたならやれると思ってたのよ。町を占領するわよ。攻撃に備えて集結した兵士たちに合流して、早く。町を占領するわよ。攻撃に備えて集結した兵士たちに合流して、早く。ストームクロークの反乱者ともに最後の一撃を加えてやる時間だ。ここまで来れたのはお前たち皆が勇敢に戦い、多くの者を犠牲にしてくれたからだ。ウルフリックは城壁の内側に隠れられると思っている。だが我々は町に進軍して、瓦礫の中から奴を引きずり出し、正義の裁きを下すのだ。これが奴らにとっての最後だ。だから向こうも必死だぞ。猫がネズミに噛まれないように気をつけろ。お？だが奴らは帝国軍の兵士の敵ではない。
君たちはタムリエルで最高の戦士だ。勇敢にして最強な専門の兵士なのだ。皇帝は今日ここで起こることを知るだろう。目立った戦いぶりを見せた者にはきっと報酬が出るぞ。ついてこい。帝国のために、帝国軍のために、突撃。Yeah!
住んでいます。ウルフリック・ストームクローク。反乱、帝国市民の殺害、トリフ王の暗殺、帝国に対する大逆、これが貴様にかけられた罪状だ。観念しろ。私が生きている限りそれはない。下がって。アルマ、私たちはウルフリックの降伏を受け入れるために来たのです。堕落し死に瀕した帝国などにスカイリムを決して明け渡したりはせぬ。スカイリムは渡さないわ、ウルフリック。いや、だが我が心は彼女のもとに。もういいだろう。貴様らは裏切り者だ。そして裏切り者にふさわしい死に方をするのだ。殺してやる。楽しめそうだ。ウルフリック、今回は逃がさんぞ。最後に何か要求はある。それを聞いたらお前を、お前のような連中が死んだら行く場所に送ってやるよ。どこから出てきた反逆者の死ぬのために。ドラゴン坊に任せることに。殺してやる。見事な鹿が生まれてやる。皇帝のために。歌などどうでもいい、早くやれ。私は別に構わんよ。なんだね、徳島。なんでもないよ。部下たちは連続のようなものを期待する。そして我々はあのフリーウィンターとかいうやつを守るのです。彼を守って連れ戻すために部下を送った。これ以上の暴力を防ぐにはウィンドヘルム今。帝国軍はしばらく。ウルフリックと話せ。彼はホワイトランからの報告を待っている。なあ、特使よ、君と一緒に仕事ができて光栄だったぞ。感謝の印として私の剣をもらってほしい。それでは演説の時間だな。行こうか。お前が味方でよかったよ。白状しろ。何か用か。我が部下のことも祈ってくれ。気が緩んだら彼らに祈りが必要になる。帝国は人々の最後の砦なの。ウルフリックが権力への欲望に目がくらんでなければ、私たちが味方だって分かったはずよ。帝国の栄光のために戦うわけじゃないし、血縁者の死を誇りに思ったりもしないわ。故郷に平和と秩序をもたらすために戦うの。将軍から新政府に力を貸すように命じられたの。スカイリムについては将軍よりよく知ってるけど、私は根っからの軍人で政治家じゃない。でもとにかくやってみるわ。ここは自分が生まれ育った土地よ。国を立て直す手助けができることを誇りに思うわ。いまだに自らをストームクロークと呼び戦い続け、人々に悲劇をもたらす者たちがいるわ。決して多くはないけど、元の生活を取り戻して家族を故郷に返すことができれば普通の市民なら喜ぶでしょうね。
今のうちに平和を楽しんでおくべきね。そう遠くない未来、タムリエルの人々は再び戦いに巻き込まれるのだから。うん、特使ね、帝国軍の仕事はまだまだ終わってないけど、歩き回るのは自由よ。あなたはスカイリムにとって大きな存在になる気がするの。外にいる間にもしストームクローク軍の野営地を見つけたら壊滅させてほしいの。丘のどこかに潜伏してるって報告があるわ。わかったわ。ん？いや、スカイリムには長く落ち着くことになりそうだ。寒さに慣れることはなさそうだし、ノルドたちのことも理解できそうにないが、それなりの敬意は表しているよ。スカイリムの厳しい環境は自分を磨いて進化を発揮させてくれる。ウルフリックは死に、奴の軍隊は壊滅した。頼むことはもうあまりない。でも神々がどこかで計画を練っているかもしれないな。そうは言ったが、ストームクロークたちは丘陵地帯の秘密基地を根城に今でも活動中だ。旅の途中で奴らに出会ったら殺せ。連中がおじけついて故郷の家族の元へ戻ってくれたら幸運だ。そうでなければ全員切り殺す羽目になるがな。反乱者の残党の中でも強硬派は我々を困らせるだろう。だがほとんどの者たちは平和を望んでいる。不安なのはサルモールと結んだ平和協定のことだ。だがその件は二人の秘密にしておこう。いいな。もう行っていいぞ。ウルフリックはノルドの女から生まれてこなかったスカイリム市民を粛清するつもりよ。男どもが至る所に解放されるなんて冗談じゃないわ。こんな風に反乱軍と競り合っているわけにはいきません。決意を強固にさせるだけです。特使、君の懸念は耳に入れたが、それは杞憂だな。首をかけてもいいが、この戦いはあと6ヶ月で終わる。帝国の支持者とスカイリム市民双方に犠牲が出ています。これでは反乱軍の勢力が増すばかりです。そんなことぐらい分かっている。だがこの命令はシロディールから直接下されたものなんだ。我々は秩序を保ち、反乱側の主張を抑えなければならん。さもないと全面戦争になってしまう。これがまだ戦争じゃないとでも。私、特使ありがとう。今後君の意見が必要になった時はまた知らせる。バッカ。